バナナパンケーキトレールとはバックパッカーやその他の旅行者が多数訪れることで成長を続けるような東南アジアを中心とする特定のエリアのこと。具体的にどの通りがそれに当たるという明確な定義があるわけではなく、むしろ主に欧米の旅行者が頻繁に訪れることで、それら旅行者のニーズに応えるような形で、レストランやホテル、エンターテインメントや アトラクションなどの関連産業がにわかに創出されるなど、欧米の旅行者の思考が結果的に地元の旅行関連産業に多大な影響を与えているような場所に対して用いられる語句である。バナナパンケーキ、バナナパンケーキとは欧米人が好んで口にする朝食を象徴的に言い表した言葉であり、バナナパンケーキトレールという言葉自体は、 数多くの欧米人の旅行者が押しかけることによって、ウゴのタケのコのように増えた、バナナパンケーキのように欧米人好みの朝食を提供するような、多くのゲストハウスやカフェ、レストランに対して半ば冗談交じりに使われる語句で、ある。日本語には、少々訳しづらい言葉だが、差し詰め、バナナパンケーキ道あるいは、バナナパンケーキ街くらいの意味合いで、かつ、 元々あった街道を指すのではなく、元来何もなかったところに、多数の旅行者が急に訪れるようになったために、自然発生的に生じた道やエリア、といったようなニュアンスが込められている。これに加え、元々地元の人は望んでいなかったのだが、結果的にそのような形で生じてしまった土地のようなネガティブなニュアンスも多少含まれているように思われる。 また、バナナパンケーキトレールは、欧米人を中心に高い人気を持つ旅行ガイド、ロンリープラネットによって、最初にその土地が取り上げられ、それが引き金となって、多数の欧米人旅行者が訪れることで、それが形成されるきっかけとなることが多いことから、ロンリープラネットの講罪として語られることが多い言葉でもある。冒頭にも述べたように、 バナナパンケーキトレールという語句に対する明確な定義があるわけではなく、むしろそれはバナナパンケーキを提供するような欧米人好みの土地といったようなニュアンスを比喩的に表す言葉である。タイ、バンコクのカオサン通り、バナナパンケーキトレールの典型として有名なエリアとしては、例えばバンコクのカオサン通りを挙げることができる。その他、ホヤンやハロンワン、ハノイ、 バリ島、ロンボク島、バラナシ、シェムリアップなどもバナナパンケーキトレールの例としてよく引き合いに出される。バナナパンケーキトレールのように、やはり多数の欧米人旅行者が訪れることで自然発生的に形成された街道の例として、中南米のグリンゴトレールや1960年代から70年代にアジアに形成されたヒッピートレールなどを挙げることができる。また、 そのような言葉として認識されているわけではないものの、日本国内でもバナナパンケーキトレールと同様に旅行関連の情報産業がその土地の本来の姿をより観光客向きのものへと変容させてしまうような現象やそのような結果として生じたエリアといったとものを取り上げることができるであろう。例えばどこかのひなびた温泉が人としてテレビや 旅行雑誌等で広く紹介されることで、数多くの観光客が訪れるようになり、結果的にそこが、人からメジャーな観光地へと変容してしまうような、ケースや、あるいはそれまで何もなかったところが、映画や、テレビドラマのロケ地として取り上げられたことで、多数の観光客が訪れるようになり、それら観光客を当て込んだ旅行関連産業が、その土地に育つなどは、そのようなケースの例と言える。 なお、上日のように、バナナパンケーキトレールという言葉には、ネガティブなニュアンスも含まれているのだが、日本の場合、地元の自治体が、町おこしの一環として、何かの機会を捉え、この言葉が言い表しているような現象をあえて、生み出そうとする場合もある。ありがとうございます。